ニュージーランドのオークランドシティに所属している松本浩平です。2014年からニュージーランドに行って、最初はオークランドシティでプレーした後にネイピアのホークスベイというチームに移籍して、でその後はワイタケル FC、 ハミルトンワンダラーズで、またオークランドシティ FC に戻って今はプレーしています。ニュージーランドでずっとプレーをしているんで、その経験と知識を生かしてニュージーランド代表の選手の解析をしていきたいと思います。しっかりといい準備ができていると、見てて思ったんで、ゲーム内容もすごく良かったですし、選手個人個人のスキルも高いんで、本番でもすごくいい試合ができるんじゃないかなと期待してます。今のダニー・ヘイ監督に変わってからは A 代表も含めてしっかりとつなぐサッカーに変わってるんで、そのサッカーがしっかりと浸透してきた結果が今日の、試合内容につながったんじゃないかなと思います。相手のハイプレッシャーにも慌てず、しっかりと低い位置からつないで、守備も安定してましたし、特に後半は中盤をしっかりと支配して、選手同士が連動的に絡んで、すごく流動的な攻撃ができてたんじゃないかなと思います。フォワード9番のクリス・ウッド選手はプレミアリーグでも活躍しているすごく実績のある選手なんで、そこにボールが入ることが多くなると思いますし、そこをしっかりと注目して見てもらえたらなと思います。